Captain on bridge. Thank you.
recording. なくなった。
ちょっと待って。 Yeah!
私の力が見制約愉快なものに崩壊降臨私の失敗
崩壊エネルギーの注入を続けろ。これっぽっちの量じゃ彼女を呼び覚ますことはできないよ。久しぶりだね。おかえり、K423。我が元に戻れ、我が眷属たちよ。女王様を守りに来たのかい？全領域防衛衛星起動。全バルキリー部隊一級作戦準備。さあ、世界の変革を迎える準備を整えろ。もうすぐ本部の領空に入ります。ハイペリオンがあればこんな敵わけないのに。愚痴らないでよ少佐。あれの改造が終わるまでハイペリオンを出すわけ。そのおもちゃで何をする気だいてるさ。もう帰りなさい。君の子供じみた行動を起こる気はないよ。反抗期は誰にもあるからね。相変わらず優しいですわね、おじい様。でも私はもう決めたの。もうあなたには屈しないわ。
ルギーではこれ以上防げないわ。安心してください、極東支部のエースの出番です。私の出番ね。どこに隠れているの？Yeah!
やるじゃないの。でもそれだけじゃ私には勝てないわよ。ダメだ、ヘリオスではあの審判型崩壊中に対抗できない。うん、他の場所に誘導しよう。私の出番ね。どこに隠れているか知らない。どこが取るね。作戦を持ってきたぞ、姫子さん。テレサさん、座標をありがとう。僕たちはちょうどいいところに来たようだ。やっと来たわね。遅すぎるわよ、アインシュタイン。天命本部の守りが固くてね。幸い殻に大穴が開いているのを見つけたよ。何か策があるんでしょうね。期待には応えよう、テレサさん。テスラ博士、君はリラックスを覚えた方がいい。このような敵と対峙するとき、僕の計画は決まってノープランだ。テレサさん、航路上の崩壊銃は全て片付けた。いつでも作戦を始められるぞ。だが
そちらの戦艦は随分と小さくなったようだね。ハイペリオンはまだ学園にいるわ。あなたの言うようにムーンライトスローンのあれをハイペリオンのメインエンジンに組み込んでいる最中よ。安心なさい、もうすぐハイペリオンも来るわ。ご苦労。これで役者も道具も揃う。私は一度やると決めたら最後までやり抜く。ボサボサ頭、位置についたわよ。でも本当にやる気？今回7割近くの機構を連れてきてるのよ。本部にいる係屋のメギツネが何かしないか心配よ。博士、オットーの計画を成功させるわけにはいかないんだ。たとえ多くの犠牲を払おうとも崩壊の再臨を阻止せねば。あの人とネゲントロピーのためにもね。テレサさん、君たちにかけた大勝負なんだ。失望させないでくれよ。本部に戻ってくるのは実に何年ぶりだろうな。ここを見ると古い友達の名を思い出す。エジソン、フランク、いや今は昔を懐かしむ時じゃないか。もっと重要な使命が待っている。そう、眠り姫が待っているのだ。第4代バルキリー過激地決輪リミッター解除。任務開始します。倒しがいのあるやつが現れましたね。Yeah.
完了です。今日はアイちゃんがすごいところを紹介するね。ここをタップして行ってみよう。じゃじゃーん、オープンワールドに新しいエリア天霊本部が見つかったよ。ここはすごいんだよ館長、早く行ってみて。ここでは何があったのかな？館長、早く探索してきてよ。
気で私に勝てると思ってるの？わかったわかった。先に進まないのか？任務じゃな。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。バルキリーばかりに。先に進まないのか？バルキリーばかりに先陣を切らせる艦長は良い艦長と言えぬぞ。戦いに敵あThank you.
少し寝てもいい？行こう。戦いに適した日和じゃ。知らないのに。いや、ダメだ。殺さなければ人類が滅ぶ。やめて！殺さないで！このようにゆったりと休憩するのも悪い。
簡単な任務。メタリング、人類は救われるんだ。あの子に落ち度はないが、律者になった以上見逃すわけにはいかない。私の権限でここに入り殺すことに成功した。何が起きているのだ。どうして殺されなきゃいけないの。バカな、律者なら殺したはずだぞ。先に進まないのか。戦いに適した日和じゃ。覚醒する力が存在するとは。崩壊獣のみならず機械と他の生命をも操れる力があるとは。箱で意識を隔離できたが、律者の意識は死んだわけではない。これだけ多くの人々の死を招いたんだ。長い長い月日の中でその罪を悔い改めるといい。この一撃、はい、時の結界を開け。
来たぞ。僕は箱に封印された。箱の中で外のことも時間の流れもわからないまま、憎しみだけが増していった。そうやって僕は何千年何万年と暗闇の中にいた。それからある日、一人の巫女が箱を開けた。僕はあの巫女の心に僕と同じ憎しみを見つけた。そう、僕は復讐の道具を見つけたのだ。この神社に最後の部分が封印されている。あの扉を開ければ本当の自分を。でも、もし僕が本当に…案ずるな、悲玉丸。わらわは何時を信じておる。それに前に言った通り、何かあればわらわが何時を止める。うん、桜ね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。桜ねえ、この力を桜ねえの役に立ててくれ。皮肉じゃな、八重桜。何時に破れてわらわの力はちりぢりに散って、体もあのようになってしもうた。じゃが何時の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが悲玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。悲玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐？復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。よく戻った、悲玉丸。えへへ、桜ね、ごめん。さっきは操られちゃってて。僕の本心じゃないよ。分かっておる。僕、全部思い出したよ。僕は昔、たくさんの人を傷つけた。桜ねにもひどいことをした。500年も前のことじゃ、もう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは、消息が知れぬ可憐だけじゃ。先に
ぞ。ひぎょくまるちゃんは引き続き同行するみたい。私を怒らせると危ないよ。桜ねえ、待ってたよ。ひぎょくまるちゃんがあそこにいる何かの気配を感じ取ったよ。こういう時は本能感知を発動すれば周囲の隠れているものを見られるよ。道具があるとひぎょくまるちゃんが教えてくれるよ。見逃さないでね。バルキリーの感覚が鋭くなったよ。本能か、このボタンをタップすると本能感知状態になるからね。この状態の時は隠れているものを感知できるの。ひぎょくまるちゃんのスキルを解放していくと秒殺奇襲スキルもアンロックできるよ。敵は見えないところにおる。戦いに適した日和じゃ。見つけたぞ。
見つけたぞ。戦いに適した日和じゃ。戦いに適した日和じゃ。
ティグマアップグレード。お腹すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいな。眠い。ここで少し寝てもいい？お腹すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいな。眠い。ここで少し寝てもいい？あいあいさ。お腹すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいな。何ぼーっとしてるの？館長。眠い。ここで少し寝てもいい？ヤッホー！お腹すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいな。ヤッホー！舐めるなよ。
看起来 Kiana 同学的昏睡和梦游就像 Bronia 一样，都是受到了月光王座引擎能量的影响。这艘战舰的引擎还真是诡异。不管怎样，我在这里的任务已经结束了，接下来我会返回总部进行汇报。爷爷，我肚子饿了。那我们快回去吧，我做饭给你吃。观察记录报告，编号 105K423。 观察对象与过去相比，体能和战斗力有了明显的成长，但是人格复现的具体状况仍然有待进一步观察。主教大人的计划即将进入可实施阶段，一切都在他的掌握之中。こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。ドローニャの意識は
を。人類よ、私の出崩壊降臨、私のしもべとなる。重装私の力が。
もべとなるはい艦長ゼロかくれんぼだよ艦長
任務のことを考えているの？それは後でみんなで話し合いましょう。今はあなたにお願いしたい簡単なお仕事がある。はい。今回の任務報告書はあなたに任せたわ。ここにサインして。そうね、自分にコードネームをつけるといいわ。この名前でいいの？まあ、あなたがそれでいいって言うのならいいけど、主教様に文句を言われたらあなたの責任ね。あれは一体何なんでしょうね。衛星映像にはあんなもの映っていなかったのに。わからないことには変わりないわね。でも確かに間違ってはいないわ。さすが、聖フレイヤの優等生ね。私は、第四小隊の隊長のように厳しくないし、想像力のある答えを言ってくれたって怒りはしないわよ。あの空中に浮いているものは、ベルトさんの失踪と関係しているって、私の勘がそう言っているわ。さ、外にずっといないで、戻って話しましょう。入手した情報をまとめるわ。4月13日、つまり14日前、ベルト・ヨウさんがセント・フォンテーヌ政府の招待を受け、職場の ET スタジオを離れた。ベルトさんは15日にカイロ空港に到着し、その後リニアモーターカーに乗ってセント・フォンテーヌに向かった。天命の衛星は彼らしき男性がセントフォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後彼は行方不明に。関連情報も彼の行方を捉えたカメラもないわ。私たち第三小隊の任務はベルト・ヨウを探し出し、彼を無事に天命本部に送り届けること。以上、何か質問は？最初この任務を聞いた時、まだ楽観視していたわ。ベルトさんは今までもよく行方不明になっていたけれど、いつも無事に帰ってきてたから。じっとしていられない人でね。崩壊と戦っていた時も常に危険な前線にいた。彼は律者だけど頼もしい戦友であり仲間だわ。この都市に着いてから、この件はそんな簡単なものじゃないって気づいた。空にあるデカ物の他にも、この都市には異常なところがたくさんある。あなたは何か気がついた？鋭い観察力ね。私もそれが気になったわ。
天命は事前に衛星でセントフォンテーヌの土地をスキャンしていたけれど、めぼしい結果は何一つ得られなかった。映像を見ただけではここはごく普通の都市だったのよ。けど実際にここに来ると人がおらず生命を感じない。ここは嘘の数字で塗り固められた都市だった。入ることはできるけど出ることはできない。遮られたネットワーク、形のない見えないバリア、それらがこの都市を覆い隠している。それがもし外との連絡を途絶えさせるために誰かが作ったものだとしたら、こんな世界を欺くようなこと一体誰が。けど本当にそうだとしたらおかしな点が一つあるわ。ええ、ベルトさんは律者の力の大半を失ったけれど、敵と戦うことに関しては経験豊富だわ。たとえ戦えなくても彼の頭脳ならある程度の脅威を退けられるはずよ。一体何があのベルトさんを音信不通にさせたのか。とにかくこの都市の状況と私たちの想定があまりにもかけ離れているわ。手がかりが足りない以上このまま考えていても時間の無駄ね。ねえ、とりあえずここを行動拠点としましょうか。まずは情報収集よ。手分けして行動し随時進捗を共有しましょう。夕方に少しもったいないけど、今は崩壊エネルギー通信機で連絡を取るしかないわね。戦場に到着。了解。分かった。了解。分かった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。隊長。Hit!
素材習得。大丈夫？あなたの崩壊エネルギーに異常な消耗があったか。待って、敵に遭遇したの？崩壊獣、見たことのない生き物。でも敵意があるのよね。おかしいわ、今回の任務一筋縄ではいかないよね。こっちは道が陥落したせいで少し時間がかかりそう。しばらく支援はできないわ。こういう時キャロルがいてくれたら助かるのに。怪我はない？そうね、あなたの腕なら問題ないか。心配しすぎたよね。でも十分気をつけてね。この道は前にも歩いたんだな。気持ち…わかった。了解。一気に潰そう。遅い。大型目標発見。こちらの勝ちだ。素材習得。こっちも敵と戦ったわ。あなたの言った通り、あれは崩壊獣じゃない。なんて言えばいいか、どちらかというと、ええ、あのゆっくりとした感じは気候と似ているわね。でもやっぱり変だと思うの。あの見た目、自然や科学の産物というよりも、幼い子供が夢の中で想像したような、いろんなものを寄せ集めた怪獣、そんな感じがする。これらのデータを本部に送ろうと思うわ。きっと司教様と博士が興味を持つはずだから。そうだ、今どこにいるの？
任務に集中しなさいよ。調査が一段落ついたら戻ってきなさい。じゃあまた夕方に。わかった。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。こちらの勝ちだ。素材習得。帰りなさい。うん、今日入手できた情報はまずまずよ。聞いて驚かないでね。レーザーであのバリアの形を確かめてみたわ。結果、私たちが予想していた円柱ではなく球体だった。情報と都市変炎のテーブ、レーザーを当てたら明らかな変異が発生したわ。あくまで予想だけど、このバリアの中心はおそらく。ええ、そうよ。セントフォンテーヌに起きた不思議現象は全てあの天空島と直接的に関係しているようね。それと見たことのない怪物、集めたデータを本部に送ったわ。アインシュタイン博士が分析してくれる手はずになってる。終わり次第その結果をこちらに送ってくれるわ。それでそっちは何か収穫あったかしら。そう、話して。なるほどね。地図が正しいのなら面倒が省けるわ。あの赤い結晶は確かに妙ね。データを本部に送って研究してもらうようにする。今日は情報をたくさん入手できたけど、最も重要な情報、ベルトさんの行方については未だ手がかりなしね。今ある情報をもとに対策を決めるわ。一緒に考えてくれる？本部からの返事が届いたわ。至
教様が直々に連絡を取りたいそうよ。指示によると私たちはこれから崩壊エネルギー探知装置を全て持って高地を目指すことになるわ。その後それら一つ一つを列状に組み立てるの。場所はもう選んである。あなたが調べたサード駅からそう遠くはないところよ。歩きながら話しましょう。承知した。アインシュタイン博士に案があってね、司教様と話し合ってみたんだけど試す価値があると思うの。博士曰く崩壊エネルギー探知をすればベルトさんの位置を探し出すことが可能だそうよ。今の技術であれば探知機を列状に組み立てることで探知できる最大範囲は半径80キロ、つまりこの都市のおよそ12分の1。ええ、キャロルが到着したら彼女の装備も列に組み入れてもらうわ。そうしたらセントフォンテーヌ全体が探知可能範囲になる。けどでも要点はそこじゃないの。それはありえないわ。大崩壊のあと 99% の崩壊エネルギーは月に封印されたとはいえ、希薄ではあるけれどまだエネルギーが大地に散らばっているもの。脅威になるほどのものではないけどその量は少なくない。もしそのまま探知機を起動させたら私たちが得られるのはセントフォンテーヌの崩壊エネルギー散布図だけよ。だからね、そう、私たちが探すのは純粋な崩壊エネルギーじゃない、律者エネルギーよ。こちらから行きましょう。了解、わかった。この道は前にも歩いたような、気のせいか。了解、隊長、出撃させてください。この川に沿って下流へ進むとかの有名なフォース湾で警戒するように。承知した。ああ、素材習得、わかった。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。
一気に潰そう。ああ、任務の指示。承知した。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。あと数ヶ月後にはクジラの奮起が見られるかもしれないわ。今回の任務が終わってまた機会があったらここでバカンスでもしたい。わかった。了解。ああ。ここを抜けて上に行けば目的地に着くわ。簡単には行かせてくれないようね。舐められているよね。私は前にも歩いたような気のせいか。これだけだ。今回の怪物も妙だったわね。ええ、寄せ集められた部分がより分かりやすくなっていたわ。一
つ推測があるのだけれど、あなたはどう思う？その考え方、そら恐ろしいわね。そもそも怪物のデータを分析したんじゃないの？人間とは構造が全然違うでしょ。あの怪物たちはおそらく誰か、もしくはそれに属する勢力が人間の姿を模して作った偽物だと思うわ。あの姿には人間社会の要素が多く含まれていた。でも奇妙な混ざり具合だったわ。まるでその創造者が私たちの文明を少しも理解できていないみたいな、ただ見たことあるものを組み合わせただけのようだった。ますますきな臭くなってきたわね。少し休みなさい。司教様には私から連絡するわ。これからここで何が起こるのか、きっと司教様も博士も気にかかっているはずよ。お疲れ様。博士が立てたプランを信用しているとはいえ、探知可能範囲があまりにも狭いわ。今回も見つからなかったら一旦キャロルを待つべきか、それとも場所を変えてもう一度試すべきか、これが終わったら話し合いましょう。
best decision. Like changing minds. Easy. Nico can do it. Everyone else make it difficult. Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. This is very exciting. Everything is falling down. Minions have spawned. Nico does not want to be here when the others arrive. Thank you.
secretly Nico, are you? Niko is on her fourth Deo. Gets magic on you! Shoom, shoom! An enemy has been slain. An enemy has been slain. Has been slain. An enemy has been slain. Shut down.
Shut down. An ally has been slain. Nico might have a thing for birds. And for people. Has been slain. An ally has been slain. We are to fight now? Let's go! Nico keeps a tiny bit of everybody's shoulder. Shut down. Thank you.
An ally has been slain. But never down. Current plating will soon fall. Like a wild cat!
ally has been slain. Your team has destroyed an inhibitor. Sharing memories, colors, feelings is magic! Magic connects people. What to do now? Find it.
near close trouble with everywhere. Heck, no.